ニコロス・ギラウリは、グルジアの政治家、副首相、財務省、首相を歴任した。1975年2月14日、ソビエト連邦の一部であったグルジア共和国の首都、トビリシに生まれる。トビリシ大学を卒業し、ついでアイルランドのリムリック大学で、経済学と財政学を治め、さらにアメリカのテンプル大学で、国際経済学を治めた。 1999年ダブリン国際金融センターでファンドアドミニストレーター、マネージャーとして勤務。2000年フィラデルフィア中小企業開発センターの金融コンサルタント。2001年テレコムグルジア社のコンサルタント。2002年スペインイベルドローダ社のグルジアエネルギー。市場マネージメント部門のコンサルタントを歴任したほか、2003年から2004年まで。 グルジア国家電力システム経営管理者を務めた。2003年のバラ革命後、ミハイル・サーカ・シビリ率いる若手改革派チームの一員として、グルジア政府入りする。2004年2月17日エネルギー大臣に任命される。2004年12月から2005年2月にかけて起きた、グルジアのエネルギー危機では解決のため、人頭指揮に当たった。2006年1月、 グルジアとアゼルバイジャン及びイランとの間でガス供給に関する協議では突出した役割を演じた。このガス供給についてはロシアとの間で競争中の北オセチア問題によりサボタージュにあって停止された。2006年3月、ロシアグルジア間の論争に対してギラウリは声明を発し価格面で折り合いがつけば グルジアのガスパイプラインをロシアのガス独占企業体ガスプロムに売却しても良いというステートメントを出した。もっとも、後に、ギラウリは、この声明がガス企業体の民営化前の話と弁解し、結局、ロシアグルジア間の協議も行われずに終わった。2006年12月、グルジアとトルコ、アゼルバイジャン間のガス供給が開始され、サーカシビリは、 ギラウリの功績を英雄的と称賛した。2007年9月7日、2007年、グルジア政治危機の後、行われた改革改造で増床に就任した。2008年12月、ギラウリは新設された第一副首相に任命された。2009年2月6日、グリゴルム・ガロブリ・シュビリの公認として首相に指名され、グルジア議会によって承認された。2012年7月に退任。 ありがとうございます。